ハレリア、アメン。ハレリア。奄美大島震度4今あったみたいですね。ハレリア、アメン。音はいかがですか？音大丈夫ですか？音入ってますか？はい、それでは大丈夫ですか？ OK、OK。では行きます。ハレリア、ハレリア、ハレリア、おはようございます。アメン。あと2週間でクリスマスです。知ってますか皆さん。あと2週間です、ね、でさあと3週間で2012年、あと3週間。なぜこれを強調するかというと、年末は終わりの時代を表しているんです。だからあと3週間しかないということは、この世がもう3週間しかないようなことを教えるためなんです。わかりますか？つまり新しい年というのは新しい時代、新しい御国を表すんです。お正月って皆さん日本人だからわかるでしょ。お正月ってなんか晴れやかでしょ。お正月ってなんかみんな新しいでしょ。皆さんはそういう経験ないかもしれませんけど、私の世代だとですね、お正月って言うともう洋服も靴もみんな新しくしてですね、もうみんな新品にするんですね。今はそんなことないですよね。昔はそうだったんですよ。もうお正月っていうと全くこう全く新しいものになっちゃうというね。で12月は大掃除をするんですね。皆さん大掃除しますか？しない。まあ今の人はしないですけど、昔の人はちゃんとしたんですよ。私なんかですね、ちょっと古い話ですけど、まあ母がですねこう障子を張り替えるんですよね。1年に1回ね。でまあこの濡らして剥がして、それであと糊を塗ってこう紙を貼るんですね。で私も手伝いましたよ。こう糊塗りましたよ。障子張りになってね、今やんないと思うんですが、要するにですね、それは聖書的なんですよ。聖書の考え方はね、この今私たちこのある意味で古い時代なんです。古い時代、もう古びてる、全てが古びてる、ね、私たちも古びてる、全てが古びたものを、ね、イエス様によって清めて、ね、新しい時代の準備をしましょうという意味なんですね。年末ってそういう意味があるんですね。ですからカレンダーを信仰的に考えると、なるほどなるほどなるほどというね、単なる地球が太陽を回って1年はい終わりって、そういう意味じゃないんです。全てのことは霊的に考えるとよく見えてくるわけですね。皆さん、12月のことを幸せって言いますよね。まあ先生が走るっていうような字ですけど、牧師は走ってるかどうか知りませんが、なんかこうせわしい、なんかこう落ち着かない、これも意味があるんですね。これはやっぱりですね、終わりの時代はやっぱりそういう時間が迫っている、時が迫っている、タイムリミットが迫っているという緊張感があるということです。昔は借金取りが来るとかいう、そういう緊迫した状況があるかもしれませんけど、霊的には違うんです。霊的にはね、滅びが来る、裁きが来る、救い主が来るという緊迫感です。これは信仰がなければね、よくわからない問題です。多くの人はなんとなくざわ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 、なんとなくこう不安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 というね、わけがわかんなくて不安、わけがわかんなくてなんかこう落ち込む。これはある意味ではですね、終わりの時代だからそうだということです。まあその終わりの時代だからこそね、そういうこう不安とか恐れが増えてるんだよということなんです。しかし信仰がある人にとってはですね、逆にイエス様が近づいているということは、逆に希望が増し加わるということです。アメン。信仰はなければね、不安になっていく。信仰があれば希望が増し加わっていく。この違いですよ皆さん。アメン。そのコントラスト、わかりますか？コントラスト、
皆さん昨日月食だって知ってますか？私一生懸命寒いので見たんですよ、月食。ああね、したらだんだんこう月がですね、だんだんこうやっぱりこう赤くなってくるんですよね。で赤くなってね、こう完全に暗くなるところは見てなかったんですけど、もうほとんどこうなんかこう真っ黒系みたいな感じになりましたけど、なんか意味があるような気がしますね。どういう意味か分かりませんけど、あの聖書だと、日がね、暗くなり月が赤くなるとかいうのはありませんでした、ね、なんか月が赤くなるような感じでしたね。まあ霊的にどういう意味かちょっと私も正確に考えてませんが、まあ、月というのは夜の、ね、こう明るくするものです。で昼間は太陽が明るくするものです。太陽は本当に必要ですよね、昼間。でも月はもう夜を照らす意味では必要じゃないですかね。でも満月言わなかったらあまり明るくないかもしれませんが、でもその月がね暗くなるっていうのは、夜なのにまた月も暗くなっちゃったら余計困っちゃうという意味じゃないでしょうか。そういう意味ではこの今ね、私たちは夜の時代というふうに考えましょうね。今私たちのこの時代は夜の時代。なぜ夜の時代かというと、信仰でイエス様を信じることはできるけど、この地上にイエス様いないからです。このイエス様は太陽ですから、この地上にイエス様がいないということは、この世が夜だということなんです。で天国にはイエス様がいるから、天国は光の国で明るくて夜がないって書いてあるんです。つまりこの時代のね、この時代が夜ならば、この時代の月は何だか分かりません。一体月は何を表しているか分かりませんが、その月が暗くなっちゃったら真っ黒黒助になっちゃうわけですね。真っ暗闇になっちゃうという、まさに、絶望の存続、暗黒の世界、ね、そんな意味があるんじゃないかと思いますけれども、まあ、どっちにしてもあまり嬉しくない感じですよね、なんか月がなくなっちゃうという、日食もなんか嫌なイメージですね。まあ、歴史的にはそういう、ね、なんかこの悪い予兆だとかいうような、まあ、迷信がありますけれども、正確な霊的な意味はちょっと分かりませんが、あんまりいいことじゃないかのように感じます、ね、日食も月食も何かこう災いを表しているような感じをします。でもイエス・キリストを信じる者の心の中には太陽があるんです、ね、皆さんの心の中に太陽がありますか？アメン。外が真っ黒でも私たちの心は明るいんです。アメン。それはこの肉眼の目で見たら暗いかもしれない、霊の目で見たら明るいんです。イエス様を見る者は、ね、イエス様を見る者は霊的な光が目から入って心が明るくなるんです。しかし、この世を見る人は、この世はもうなんかもう嫌なことたくさんありますよね。もううんざりという、もうニュース聞きたくないと思いませんか？もうニュース聞くとなんかもうふわーってこうなっちゃう。あれね、やっぱりこれからテレビ局はですね、ニュース流さないでですね、やっぱり教会のメッセージを流すべきですね教会のメッセージを流せばですね、みんな明るくなるんじゃないですかね。だって殺人事件なんてそんな流す必要ないと思わないですかね。なんかこう世の中暗くするようなニュースをわざわざ流しても意味がないと思いませんか、ね、流してプラスになればいいけどマイナスじゃないですかね。でテレビ局分かってないんですね、そういうのね。そういう影響、どういう影響があるか分かってないから、まあ、要するに見てくれるから視聴率があるからやるんでしょうけども、しかしネガティブなニュースがいかに世の中を悪くしてるかっていうことさ、まあ、ある程度は分かるでしょうけど、でもいいニュースがないっていうことなんでしょうね。いいニュースはイエス様がいるところしかないんです。世の中には悪いニュースしかないんです。イエス様しかいいニュースはないんです。これグッドニュースと言いますね。福音というのはグッドニュースです、ね、ですからクリスチャンはそのグッドニュースを聞いて、わあって心が明るくなりました、ね、それまではバッドニュースで苦しんでた人がグッドニュースで元気になります。イエス様の話はグッドニュースなんです。
イエス様の御言葉はグッドニュースなんです。私たちにはグッドニュースが必要、良い話が必要、希望のある話が必要なんです。夜だから、ね、悪い世界だから、悪いニュースだらけだから、殺人事件だからばかりだから良いニュースが必要なんです。アメン。皆さん今日良いニュースを聞いてるんですよ。悪いニュースじゃないですよ。良いニュースを聞いてるんですよ。アメン。アメン。今日は素晴らしい賛美ができる はずです。もう LTL 以来初めての素晴らしい賛美タイムができるはずです。一緒に賛美しましょう。イエス様を賛美しましょう。十字架を賛美しましょう。神様を賛美しましょう。どうぞ。Are you ready? Yes. One, two, three. さあ、賛美しよう、作り主イエスに。さあ、賛美しよう、作り主イエスに。ホザナ、讃えよう、賛美しよう。だけを
求めなさい。そうすれば
聖書講読を始めます。ヨハネ9:1-7。またイエスは道の途中で生まれつきの盲人を見られた。弟子たちは彼についてイエスに質問していった。先生、彼が盲目に生まれついたのは誰が罪を犯したからですか？この人ですか？その両親ですか？イエスは答えられた。この人が罪を犯したのでもなく、両親でもありません。神の業がこの人に現れるためです。私たちは、私を使わせた方の業を昼の間に行わなければなりません。誰も働くことのできない夜が来ます。私が世にいる間、私は世の光です。イエスはこう言ってから地面に椿をして、その椿で泥を作られた。そしてその泥を盲人の目に塗って言われた。行ってシロアムの池で洗いなさい。そこで彼は行って洗った。すると見えるようになって帰っていった。アメン。アメン。アメン。ありがとうございました。アメン。アメン。よかったですね、賛美ね。来週ないんですよね。来週、今週だけなんです。アメン。いいですね、賛美ね。こうメッセージより賛美の方がいいんじゃないですか。まあ両方タイアップしてね、こう、まあ本当にこう賛美ね、御言葉、祈り。まあ、私たちはですね、礼拝で何をするかというと、欲望をこう、ね、喜ばすようなことは、まあ、あまりしないですね。まあ、食べるとか飲むやりますけれども、基本的には、賛美、祈り、御言葉ですよね。未信者の人は、そんなの全然つまんない、ね、何が賛美なんだ、何が祈りなんだ、何が御言葉なんだ、全然そこにですね、動機がないわけです。礼拝する動機は信仰なんですね。だから信仰がなければ礼拝する意味がないわけです。そしてその動機は肉的な動機じゃないんです。霊的な動機です。神から生まれたものは神を求めると書いてあります。神から生まれたものは神の言葉を知っている。また求めると書いてあります。肉的なことを考える人は肉的なことを求め、霊的なことを考えている人は霊的なことを求めます。パチンコに関心がある人はパチンコ屋に行き、競馬に関心がある人は競馬に行くんです。でしょ？お酒に関心がある人は、スナックに行くわけです。アメン。皆さんは何が関心があるんですか？皆さん何が関心があるんですか？
何が関心があるんですか。イエス様です。アメン、アメン。イエス様に関心が私たちある。だからイエス様の話を聞きに来てるわけです。イエス様を礼拝に来てるわけです。イエス様に会いに来てるわけです。イエス様に関心があるんです。なぜイエス様に関心があるかというと、イエス様が素晴らしい方だということを知っているからですかね。イエス様のことを知らない人はね、あ、教会があるな、ね、暇だな、日曜日何やってんだっていうことになっちゃうわけですね。もっと面白いことやればいいんじゃないか、ね、なんであんなみんなでね、こう何やってるかわからない、危ない集団だなとか、そういうふうに考えてるかもしれませんが、それはイエス様を知らないからですね。私たちも以前はイエス様を知らなかった。だから私たちは何か求めていて、何かその心を満たすもの、何かこう慰められるものを求めて、場合によっては良くないようなことばっかりやってきたわけですね。これやってもダメ、これやってもダメ、これやってもダメ、結局のところもうなんかこう失望していくようなのがこの世の世の中ですね。でそういうこうね、これいいよこれいいよっていう詐欺まがいのも多いし、誘惑も多いし、特に若い人はね、かわいそうですよね。若い人はこうみんな誘惑されて、しない方がいいことをどんどんしちゃうようなね、きちっと家庭でも教えられないし、学校でも教えないし、社会も教えないでね、せっかくの人生をボロボロにしちゃってる人がたくさんいるんですよ。本当にこれは深刻な問題なんです。一人の人生がボロボロになるのは深刻だと思いませんか。かわいそうだと思いませんか。助けてあげたいと思いませんか。たくさんの若い子が騙されてね、いろんな悪いことに利用されてね、傷ついてこう滅んでいってしまうんですね。せっかくの命が、せっかくの人生が、せっかくの人間がめちゃくちゃにされてるというのがこの世なんです。本当にそれはこう有意識問題、深刻な問題なんです。そう思いませんか。でもその社会にはその解決がないんです。どうしたらいいかわからない。人間の力ではお手上げでも本当はね、私言えばいいんですよ。私はお手上げだってみんな言えばいいんですね。国もですね、社会もですね、お手上げだって言えばいいと思うんです。はっきり言わないからね、まあ、こうすればいいよ、ああすればいいよとかこう言っちゃって、このまあ妥協案言うけども本当は分からないんだ、どうしたらいいか分からない、ギブアップすればいいんですよ。でこれが悔い改めですよ。悔い改めというのは皆さんね、ああ私はもうどうしたらいいか分からない、どう生きたらいいか分からないね、もう分かりません、助けてください、これが悔い改めですね。いや私大丈夫ですよ、私ちゃんとやってますよ、もう人の、ね、助けいりません、私はちゃんとやってます、これは欺瞞ですね、欺瞞ですね。ですからクリスチャンの人は正直ですね。クリスチャンの人は、あ、私は罪人です、私はちゃんとやってきませんでした、ね、私はもう本当に悪いことしてきました、正直ですね。クリスチャン正直ですよ。だって多くの人は言わないんですから、正直にギブアップしないんですからね。私は何でもできるってみんな言ってるんですよ、世の中の人は。みんな欺瞞だと思いませんか。神様は正直な人を求めます。神様は真理を求める人を集めます。そして彼らに救いを教えます。アメン。神様は優しい方ですね。神様はご自身を教えるためにいろんな出来事の中で苦しみを与えるようだけども、その苦しみの中で人々は砕かれて、心が砕かれて、だん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 聞く耳を持つようになるんです。人間は生まれつき傲慢でね、堅くななんです。だから神様に対してこう無関心で、神様に対して非常にこう硬いんです。その硬い人間の心を神様はいろんな形で砕いて砕いて、そしてその心が開いて神様の言葉を聞けるような環境を与えようとしているんです。ですからさっきもちょっとね、悪いニュースだ悪いニュースだって言っちゃったけども、でもその悪いニュースの中にも神様が働いて、その事件を通して、事故を通して、いろんな悪いことを通して神様は人間を砕いてるんだということですね。こう砕いて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 、
ね、へりくだって、あ、神様どうしたらいいんですかとギブアップするような人たちを集めているわけです。ですからこの終わりの時代の苦しみっていうのはそういう意味があるんだよということです。ただ神様は苦しめてるんじゃなくて、いろんな災い、いろいろな困難、いろいろな苦難の中で私たちは砕かれて神様に会う用意をしてるんだよということです。クリスチャンも言えますよ。クリスチャンもさらにですね、成長するために、クリスチャンもさらに訓練するために砕かれてるんですよ。砕かれてますか？アーメン。でもクリスチャンの場合はその自分が砕かれることは良いことだっていうことを知ってますから失望しないわけです。あ、神様、悔い改めます、ね、私を変えてくださいと信仰がある人は、砕かれても強いんです、ね。七転び八起きっていう日本語がありますけど聖書にもあるんですね。聖書には 7回転んだらまた起き上がるというような御言葉が箴言なんかにありますけど、7回転んでも7回立てるんです、ね。私たちは、ね、倒れても、ね、信仰がない人は倒れっぱなしですけど、信仰がある人は起き上がるんです。起き上がりこぼしですね。起き上がりこぼし、こぼしですね。クリスチャンは起き上がりこぼし、こぼ起き上がり こぼしなんです、ね。ボーンプスーンボーンプスーン起き上がりこぼしです。わお。あの You Raise Me Up って歌知ってるでしょ。あれいい曲ですね。あれもね、イエス様がこう上げてくれるという感じですね。アメン。人生は転んでもイエス様が起こしてくれるというのが人生なんです。転んで自分で立てない時がありますよね。でもイエス様が起こしてくれるということなんですね。イエス様がいなかったら誰が起こしてくれるのか。誰も起こしてくれないんです。自分の力でも立てない、ね、友達や家族でも起こしてくれない時があるんです。多くの人は倒れっぱなしなんです。人生が倒れっぱなし。誰が起こしてくれるんですか？イエス様だけなんです。私も倒れてました、ね。私も以前は倒れてもう本当に人生が自暴自棄でしたね。焼け酒人生でしたけど、その焼け酒人生を起こしてくれましたね。もう私は焼きを起こしてません、ね。以前はお酒で燃えてましたけど今信仰で燃えてます。お酒も燃えるんですよ、あれはね。アルコールですから燃えるんですけど、アルコールで燃えるとね、あまり 悪いことしますからね、皆さん悪いことで燃えないでくださいね。信仰で燃えるんです。信仰で燃えるんですね。今日の話はですね、イエス様と弟子が歩いてました。そしたら、盲人の方がいたんですね。で、よくね、なんか悪いことがあると誰のせいだ、本人のせいか親のせいかって言いやすいじゃないですか。そういうね、あんたが悪いんだよ、なんとかね、そういうちょっとこうね、こう裁くような言い方をしてしまうことがあります。よくね、人の失敗を喜ぶとかいうよくコメントであるんですがね、人が失敗すると喜ぶというね。なんかテレビのお笑いもそういうとこありますよね。なんか人の悪いところをこうネタにするというね、よくないですね。やっぱり人の悲しみを自分の悲しみとし、人の苦しみを自分の苦しみとする、これが本当だと思うんですね。でも悪魔は私たちの苦しみを喜んでるんです。悪魔は私たちのこの何て言うんですかね、悪いことを悪い状況を喜びます。でもイエス様は違いますよ。イエス様は皆さんの今悲しんでいる心を知っています。苦しんでいる心を知っています。皆さんの、ね、この状況が悪い、ね、お金がないとか病気であるとか、そういうことをイエス様は知っているんです。イエス様は決して、ね、そのことを蔑んだりしません。イエス様は憐れんでくださっています。イエス様は同情してくれているんです。その証拠が十字架です。十字架というのはイエス様ご自身が苦しんでいる姿ですけども、それは私たちの、ね、苦しみをこの知るためだとも書いてあるんです。私たちの代わりに苦しんでいるわけですが、
それは私たちの苦しみを、ね、その知るためだということです。皆さんの苦しみはイエス様は知っているんですよ。家族は知らないかもしれない、ね、友達は知らないかもしれない。自分の心を一番知っているのは私たち自身よりもイエス様の方が知っているんです。イエス様の方が私の心を知っているんです。皆さんの心を知っているんです。よく知っているんです。自分でも自分の気持ち分かんない時ありますよね。なぜ自分がこんなに苦しんでいるのか、なぜ自分がこんな落ち込んでいるか、理由が分からない、ね、自分の気持ちが分からない。でもイエス様が知っています。そして私たちの心がイエス様に向くときにイエス様が手を差し伸べてくれるんです。イエス様が、願っていることは私たちがその悪い状況のときにイエス様を知ってイエス様に助けてもらいたいと思うその信仰を与えたい、養いたい、求めているんです。アメン。この盲人はですね、イエス様に治してくださいって言ったと思うんですね、そしてイエス様はその方に、この泥ですね、泥を唾でペッペッてやって泥でやってで、これ目に塗るんですよね。普通ちょっと引いちゃいますよね。唾と泥をこうやって、ってこう誰だってもう何すんだと思いますよね。なぜイエス様はこんなことすると思いますか。普通ね嫌でしょ。特にユダヤ人って潔癖ですからね。そんなことしたらもう他人の唾なんて嫌なんですよ。日本人もそうでしょ。日本人も人の唾って嫌じゃないですか。あれイスラエルから来てるらしいんですけども、その泥も嫌ですよね。泥も嫌だし唾も嫌でしょ。でそれを目につけられるわけですね。これはね、それをやらなきゃ目が治らないって意味じゃないんですよ皆さん。これやらなくたって目治るんですよ。イエス様が要求しているのはこの、ね、目が見えない方の信仰を要求しているんです。つまりイエス様がそういうことをしてもその人は治してほしいのかどうかということです。そういうことをされても治しイエス様を信じて治してほしいかどうかということを要求しているんです。わかりますか。アメン。ですから皆さんが今苦しくてもなんかね、信仰持ってもよくならないな、祈ってもよくならないなという、そういう状況の中でイエス様が要求しているのはそれでも信じるのかということを要求しているんですね。それでも信じるのか、私を信じるのか、唾をつけても信じるのか、泥をつけても信じるのかということを要求しているわけです。アメン。私たちの人生で今私たちはイエス様に泥を塗られてるかもしれないし、唾をつけられてるかもしれない、そういうようなちょっと引いちゃうような人生かもしれない。なんで神様こんな苦しいんですか。神がいるのはなぜこんなひどいことがあるんですか。神はなぜこんな理不尽を許すんですかと、そういうふうに神に疑ってしまうような状況がありますけど、その時にいや神様は何か意味があってこういうことをされているんだ、私はその状況の裏にある神様の普遍的な愛、普遍的なご計画を信じよう、神の言葉を信じよう、その時に奇跡が起きるわけですね。アメン。そしてその弟子が言いました、ね、この目が見えないのは親のせいですか、この人のせいですか。そしたらイエス様がおっしゃったのは、この人が罪を犯したのでもなく両親でもありません、神の技がこの人に現れるためです。わお、わお、わお。今のこの世界は、ね、悪魔の技が現れているんです、ね、悪魔の技、病気、ね、それから、こう倒産、ね、
それから、暴力、犯罪、神の悪魔の技が現れてるんです。そう思いませんか？悪魔の技でしょ。目が見えないことも悪魔の技でしょ。悪魔がさせてるんですよね。確かに医学の問題かもしれないし、そういうこういろいろな物理的な問題かもしれないけど、霊的な問題では悪魔の技なんです。アメン。このことをしっかり理解しなきゃいけません。この悪魔の技のこの悪い状況が当たり前ではないんです。神様がこの世界を作った時には完全に作って良しとされたのに、悪魔がこの世界をボロボロにして、神の素晴らしい世界をですね、神が作った素晴らしい世界を悪魔が汚してるんだということです。この今の人類の状況は決して神の御心ではないんです。暴虐に満ちている、悪に満ちている、不信仰に満ちている、汚れに満ちている世界だということです。ですよね。アメン。神様は、皆さん、神様のことを考えてみてください。神が作った世界を悪魔が、ね、こう悪くしちゃってるのを見て、神は怒ってるに決まってると思いませんか？名誉が傷つけられてますよね。その神様の名誉が傷つけられてる深刻さにクリスチャンは気がつかなきゃいけないんです。まあ、私たち自分の名誉だと傷つけられて嫌ですよね。私もよく名誉を傷つけられますけどね。もうニコ生ではめちゃくちゃですよ、もう本当には。もうね、もう人権も名誉もあったもんじゃないですよね。人間は自分をの名誉を、ね、傷つけられると怒ります。名誉毀損です。神様だったらもっとじゃないですか。神様の名誉を傷つけたら神がどう思いますか。怒りますよね。罪というのは神の名誉を傷つけることです。だから主の祈りで一番の祈りは、主の皆を崇めさせたまえでしょ。皆を崇めさせたまえでしょ。神の名誉をね、崇めさせてください。傷つけることの逆ですよ。悪魔は神の名をね、こう汚したい、傷つけたい。しかしクリスチャンは神の名前を崇めたいんです。アメン。皆さん、神様の名前が汚されているんです。それを黙って見ているわけにいかないんです。私たちが神様を愛しているなら、神様の名前を回復させませんか。神様の名前が素晴らしい名前である、素晴らしい方であるということをクリスチャンが回復することは許されているんです。アメン。この終わりの時代はそういう時なんですよ。私たちはそのことに、召されていて、任命されて、そして力を与えられているんです。もう野球で言えば9回の裏の、2アウトの2ストライクの3ボールですよ。皆さん、もう最後にね、逆転ホームランを打つのがクリスチャンです。アメン。逆転です、ね、もう今まで悪魔の技が勝ってたんですから、これから神の技をサヨナラホームランでですね、神の技が起きなきゃダメなんです。アメン。神の技を、悪魔の技の代わりに神の技が起きること、これが神の栄光なんです。神の栄光、神の光ね、神様を褒めたたえること、これが神の願っていることです。アメン。この時もそうです、ね、この時イエス様は神の技がこの人に現れるためです。なぜ目が見えなくなったんですか。神の技が現れるためです。目的がちゃんとあるんだということですね。どうなったかというと、シュラムの池で洗いなさい、
シュラムっていうのは使わされたものということで、使わされたものはイエス様のことですよね。またはクリスチャンのことかもしれませんね。イエス様の池で洗いなさいっていうような意味ですね。イエス様のところに行ってイエス様のきれいな水で洗う。そしたら神の技が現れて、彼は素直に行って素直に洗いましたね。信仰がなかったらそんなことしませんね。疑ってたらできません。イエス様の言ったことに忠実に従ったわけです。シュラムの池に行って洗いなさい、アメン、行きます、信じますって言って洗った。そしたら奇跡が起きましたね。すると見えるようになった、見えるようになった。わお、神の技ですよ、神の技。信じますか？見なきゃ信じないっていう人もいるかもしれません。これから見るようになりますよ。ちょっとこうLTL 教会、今ではねそんなにもう奇跡を見るようなことはね、直接見るようなことはなかったかもしれませんが、リバイバル起きるとですね、この奇跡を直接見るようなことも出てくるかもしれませんね。まあそのネットの中でそういう奇跡が起きてるビデオもありますのでね、私の込みで紹介してますので、それを見ると死人が蘇るとかね、その病気の人が治るとかいう動画たくさんあります。便利ですよね、それ動画で見れるんですからね。世界中の奇跡を見ることができるんですから、それは素晴らしいと思います。この目の見えない方に神の技が働いて目が見えるようになったんです。クリスチャンは私たちも神の技が働いて救われたんです。神の技が働いて変えられたんです。神の技が働いて、ね、神様の栄光を表すもの、むしろ神の技を行うものになったんです。信仰がない人は悪魔の技を行ってるんです。罪を行うっていうのは悪魔の技を行うんです。信仰っていうのは神の技を行うんです。全然違いますよね。大違いです。皆さん、信仰のない人たちは悪魔の技を行ってるんですよ。恐ろしいと思いませんか、ね、一見いい人に見えても、一見善良な人に見えても、霊的には悪魔の技を行ってるんです。わお、ねえ、悔い改めるべきじゃないですか。全ての人は悔い改めるべきです。悔い改めるというのは悪魔の技をやめることなんです。悪魔の技をやめることなんです。悔い改める、悔いて改める、リペンタンス。ああ、でもね、そのこと気がつかないとダメですよ。自分はいいことしてると思っている人はダメなんですよ。あ、自分は悪いことしてるということに気がついた人は悔い改めることができます。ああ、なんていうことしちゃったんだろう、とんでもないことをしちゃった、もう本当に迷惑をかけてしまった、本当に神様の栄誉を傷つけてしまった、人を困らせてしまった、人を本当にその悩ましてしまったという、その認識がある人は悔い改めできるわけですね。アメン、アメン。そういうわけで、クリスチャンは悔い改めたので神の技を、するようになりました。あ、ごめんなさい、ここですね、あそこですね。この終わりの時代にもう今悪魔の技が蔓延しています。もう何か悪いことだらけです。日本も世界も悪いことだらけですね。もうヨーロッパもアメリカも日本も経済が潰れそうです。もう病気も多いし、事件も多いし、犯罪も多いし、もう悪魔の技が、増し加わっています。それだけ考えたらもう本当に深刻なことです。それだけ考えたらもう本当に、どうしたらいいか分からなくなります。でも皆さん、希望を持ってください、希望を持ってください。神の技が起きるんです。神の技がもうすでに起きているんです。今世界中でリバイバルが起きていること知ってますか？知らない？
中国とかインドとかアフリカリバイバル起きてるの知ってますか。それが神の技ですよね。人が救われている。世界中で今神の技が行われてるんです。アラブの春は直接リバイバルじゃないんですけども、まあ、その方向に向かってるっていう感じですね。解放に向かってる。でもまだリバイバルではないですね。日本も神の技がね行われて人が救われるようになります。日本という盲人です。日本という盲人、目が見えない。目が見えないっていうのはこの肉眼の目が見えないことも辛いけども、霊の目が見えないのはもっと深刻なんだよということです。霊の目が見えない、神が見えない、ね、滅びが見えない、善悪が見えないっていうのは深刻なんだよということです。日本は国家的な盲人です。その日本が神の技が働いて目が見えるようになって神を崇めるようになります。それがリバイバルです。アーメン、アーメン、アーメン。Praise the Lord. Praise the Lord. Praise Master Jesus. My viewers, are there? Are you happy today? Listeners, の方、今日は幸せですか? Are you all happy? あなたは happy ですか? I know you are all happy. 皆さんが happy であること知ってますよ。 And I'm happy too. 私も happy ですからね。 I'm very, very happy. 私はとてもとても happy です。 To see you all again today. もう皆さんもう一回見たので happy なんです。 It's not by my strength.私の力ではないです。It's not by my power. 私のこの元気じゃない。Based by the power of God. 神の力です。Based by the power of God. 神の力です。God is the one that put me here today. 今日神様が置いてくれたんです。God is the one that put you all here today. もう神様が集めてくれたんです。It's not by your power. その自分の力じゃなくて。It's not by your strength. その自分の力ではなくて。But it's by the power of God. 神の力。That is where we have to appreciate Him all the time.もうだからいつも神様に感謝して。That is where we have to honor Him all the time. だからいつも神様を褒めたたえるんです。That is where we have to glorify Him all the time. もう栄光を神様に返すんです。That is where we have to lift Him higher all the time. もういつもイエス様の名前を上げるんです。Praise the Lord. 今日褒めよう。Praise the Lord. 今日褒めよう。Today's message. 今日のメッセージは。Today's message. 今日のメッセージは。Is to restore back all your losses. 皆さんがその失ったものを回復するという話。Today's message 今日のメッセージは is to put back all what you have lost before. もう以前失ったものをもう一回ですね取り戻す。Today's message 今日のメッセージは is to possess your position. もうその自分の所有物をもう一回所有し直すという。Praise the Lord. 主よ、褒めよう。You know some families 家族は some parents その両親は some children 子供たちは some couples husband and wife もう夫婦は they have lost so many things from each other もうお互いにですねなんかこう失ったものが多いんです some children has lost so many things from their parents もう子供たちはね親からのものをなんか失っちゃってるんです because why なぜかというと because why なぜかというと they doesn't believe in their self もう自分を信じてるからThey doesn't have that love for each other. もうお互いに信じ合わなきゃいけないのに。They doesn't trust in their self. もう自分だけ信じちゃってるから。That God power is not working between them. もう神の力が働かないんです。God is not inside their midst. Mist. 神様はその中に働こうとしてるのに。Because if God is inside their midst, 神の力がこの間に働こうとするのに。They have to be together all the time.しかしお互いに be to together they have to be together 一緒にいないとダメなんです they have to rejoice together all the time 一緒に喜ばなきゃダメ because is their son なぜかというと because is the father and the mother もう子供たちは they have to rejoice together all the time もう子供と親は一緒に喜ばなきゃいけないんです same with the husband and wife もう夫婦も同じです same with the two couplesその夫婦になるためには Let the power of God be inside you もう神の力が中に入って You will rejoice all the time いつも喜ぶことができる The husband will be happy
もう夫が喜び The wife will be happy. 妻も喜ぶ Praise the Lord. 主を褒めよう Same with those friends together. もう友達もそうですよ But some of them are a believer. もうある友達は、信者でしょ Some of them are not a believer. もうある友達は未信者でしょ This is the time to join the believer. しかし、その信者が集まる時 This is the time to restore all back your losses. もう以前失ったものをもう一回こう取り直す時です This is the time to possess your position. もう自分の財産を所有すべきです This is the time for you to give your life to Christ.もうイエス様にそのすべてをこう明け渡す。This is the time for you to move to a higher level. もっと高いレベルに行くべきです。This is the time for you to stand and say, Yes, Jesus is my personal Lord and Savior. もうイエス様を自分の個人的な救い主として受け入れる時です。When you do that, それで When you do that, my listeners, どうですか、リスナーの方々。When you do that, my brothers and sisters, そのリスナーの兄弟姉妹。You will see the God changes in your life. その神様は皆さんの人生を変えますよ。You will see the God putting your family together. もう神様が家族を一つにしますよ。You will see God putting the two couples together. もう夫婦を一致させますよ。You will see the relationship with your friends will be going together as a Christianity. もうその友達がこう一つになることが。Then you will not possess your position.もう自分のものをもう一度 then God will not walk in your life もう神が皆さんの人生に働きます Praise the Lord 主を褒めよう Praise the Lord 主を褒めよう This is the time 今がその時です This is the time 今がその時です This is the time 今がその時です Praise the Lord 主を褒めよう Praise the Lord 主を褒めよう Because when you trust in God He will always be by your sideもう皆さんが神を信じれば神が私たちの味方です。Because when you move with him, he will always protect you. もう私たちがその神によっていつも守ってもらえる。Because if you move with him, he will direct your path. もう神様と一緒に動けば神様が導いてくれるんです。Praise the Lord. 主を褒めよう。No one can direct your path. No one can direct you. あ、誰もですね、皆さんを導く人はいないんです。Nobody can direct you. 誰も皆さんを正しいように導きません。It's only God that can direct you. 神様だけです。If a man directs you, もう人が導いたら、you will fall into a pit. もう穴に落ちます。If a man or a woman directs you, もう男か女か皆さんを導いたら、you will fall inside a deep pit. もう深い穴に落ち込みます。But when God directs you, もう神様が皆さんを導けば、he will lift you higher. もうもっと高く引き上げられます。He will make you somebody.Make you somebody. Somebody, yeah. 誰かを作る。It will make you somebody. 誰かに。It will make you and it will lift you up above your enemy. そうね。敵に、enemy ね。Enemy, yeah. ごめんなさい。ちょっと訳せませんでした。はい。He will make you and possess you in a better life.もう皆さんをもっと良いその生活にしてくれます。Praise the Lord. 主を褒めよう。Praise the Lord. 主を褒めよう。I want to thank all my viewers today. 今日もリスナーの皆さんに。I want to appreciate you all. もう皆さんに感謝したいんです。For being together and listening to my message. もう皆さん来てメッセージ聞いてくれたことを本当に感謝します。God will continue to bless you. もう神様は皆さんを継続して祝福します。God will direct you. もう神様は皆さんを導きます。God will give you all what you need in your life. もう皆さんに必要なものを与えるでしょう。For you appreciating my message. 本当に皆さんは私のメッセージをこの感謝しているかもしれない。That Lord that answered Paul and Sala. そのサラの祈りを聞いてくれたように。It will answer your prayer. 皆さんの祈りも聞かれますよ。This coming year. この来年は。Wherever you lay your hands on.もう lay your hands, whatever you do. On your hand? Anything you do this coming year, anything you do. 来年皆さんがすることに。God will continue to bless it. 神様が祝福してくれます。God will lift you up. 皆さんを引き上げます。God will direct your path. 皆さんが本当に導きます。God will supply all what you need for you.もう本当に皆さんの本当に必要を知ってるんです。God will give you a good and a better life.
もう良いものと、それからより良いものを与えてくれます。Because is the one yesterday, today, and forever. 昨日も今日もいつまでも主は同じ方だからです。Praise the Lord! 主を褒めよう。ハレルヤ。アメン。アメン。ハレルヤ。アメン。神の技が私たちを見たいのです。神の栄光見たいですか？アメン。悪魔の技見たいですか？いい。神の技見たいですか？アメン。信じますか？アメン。期待しますか？アメン。失望しませんか？アメン。悪魔の技を見たら失望します。神の技を見たいならば喜びます。神の技を知らないから落ち込むんです。神の技を知らないから失望するんです。神の技を一度でも体験したら、一度でも見たら、神の技を見たくなるのです。神の技は神がおられるところに起きるんです。神の技は油注ぎのあるところに起きるんです。神の技はクリスチャンが信じるときに起きるんです。神の技は2人でも3人でもイエスキークリスチャンが集まるところに神の技が起きるんです。この契約はそれを保証するものです。私の肉を食べ血を飲みなさい、そこに命があります。神の命があるところに神の技が起きるのです。悪魔の技は死です。神の技は命です。天のお父様、感謝します。以前は死んでいたものですけども、蘇って神に生きたものとされたことを本当に感謝します。以前は死んだ行いをしていましたけども、悔い改めて今あなたの御心を行うものとされたことを本当に感謝します。あなたが十字架にかかって見本を見模範となり、あなたが十字架にかかったそのおかげで永遠の命を受けました。十字架は神の御業であり、十字架は神の栄光です。十字架を見上げることは神の栄光を見ることです。十字架を見上げることは神の御業を見ることです。どうぞその栄光が私たちのうちにも輝かせてください。あなたの御業が私たちの日々に起きますように、日本に起きますように、心から祈ります。新しい年が来ます。私たちは本当に希望を持ちます。あなたに希望を持ちます。あなたの御業に希望を持ちます。あなたは確かなお方、真実なお方、あなた以上の方は誰もいません。あなただけに信頼します。イエス様の御名によってお祈りします。アメン。イエス様の肉は御言葉を表します。御言葉は真理です。御言葉は命です。ぜひ皆さん、その、御言葉をですね、味わってください。命です。それを食べてください。そして、その
その命が私たちのうちの力となり、命となり、神の力が働くんです。皆さんが神の力を帯びれば他の人に影響を与えます。皆さんが光れば周りも明るくなるんです。皆さんも夜空の星になりたくないですか？クリスマスのイルミネーションになりたくないですか？明るくなりたくないですか？イエスキリストを見れば明るくなるんですね。天のお父様、感謝します。以前は虚しいものでしたけども、今太陽の光を月が反射するようにイエス様の光を反射できるものになれました。私たちの罪を清め、もっと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 イエス様の光を反射できるものにしてください。私たちの汚れ、足りなさ、愚かさを取り除き、もっともっともっと反映するものにしてください。ピカピカに磨いた鏡のように、もう純粋なダイヤモンドのように、あなたの光をキラ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 光るものに変えてください。あなたの血が私たちの心を清めます。あなたの血が罪を洗い流します。私たちの罪を許してください。日本の罪を許してください。イエス様の御名によってお祈りします。アーメン。もうすでにですね、日本も世界はリバイバル起きてますが、日本もですね、神様はもう準備してそのリバイバルの兆候を現れていると私は感じます。ですからいつリバイバルが起きるかは分かりませんが、もう神様は準備して、この311のことも結局その一つではないかと思います。被災した方は本当に、大変だったと思いますが、しかしその東北に今リバイバルが、プチリバイバルが起きているということも聞いております。どうぞ、皆さん、神の技が今日本に、起きようとしていることを喜んでください。今日も皆さんと一緒に礼拝できました。今日もイエス様を崇めることができました。この気持ちをしっかり握ってですね、もう教会出たらまた嫌なことがドーンと起きますからね、転んだりとかね、事故を起きる可能性もありますけど、とにかく、戦いです。このイエス様にあって満たされた気持ち、油注ぎを受けたこの気持ちをしっかり保ちましょうね。もうもし油注ぎがなくなったらもう一度祈ってください、ね。油注ぎがなくて祈らなかったらこれは良くないことです。もし私たちがこうちょっと落ち込んだ時はもう祈って祈って、もう一度油注ぎをキープするんです。これが火をつけるという、火を、絶やさないということですね。あと2週間でクリスマスなので、ぜひ皆さん、ますます燃えようではないでしょうか。ますます祈ろうではないでしょうか。ますます喜ぼうではないでしょうか。アメン。ありがとうございました。ちょっと話しててください。はい、皆さんありがとうございました。今日の賛美良かったですね。これからそういうになってくれると嬉しいと思うんですが、それではですね、皆さんもぜひこの油注ぎを保ってね、1週間送ってくださいね。それでは ありがとうございました。明日また7時からしますからね。シャロン、シャロン、シャロン。アメン、アメン。